皆さんこんにちは、ハワイのジーナです。いかがお過ごしでしょうか。さて今日はここはどこに来たかわかるでしょうか。ここはどこかわかるでしょうか。今日はカカアコのワード、ちょうどここはワードストリートと、アラモアナブルーバードのコーナーの角っこにいます。でここは車で通ってると大きく赤色のサインで5ドル弁当っていうサインを見かけた方も少なくないのではないでしょうか。というか日本にいる方はちょっとわからないと思うんですけど、普段ここ のアラモアナブルーバードを運転してるとなんか赤いサインで大きく5ドル弁当って出てるんですけど、今日はその5ドル弁当を購入しに来てみました。今すごい列ができてるんですけど見えるでしょうか。というわけで、早速今から行ってみたいと思います。それではレッツゴー。車通りの多いここがアラモアナブルーバードで、ここがワードになってます。でここがアラモアナブルーバードで、でねこれです。このサインです。この大きい赤色のサインで5ドル弁当って書いてるこれです。でこの反対側のこっちがよくあるカカアコの、ファーマーズマーケットがあるのがここの角っこで、行われております。そしてここのアラモアナブルーバードなんですけど、ここよくツアーとかの、例えばなんかパラセーリングのツアーとかガラスボトムツアーとか、よく船系のツアーの乗り場はだいたいここになってることが多いので、来たことがある人は結構いるんじゃないでしょうか。で向こうにワードの新しいコンドミニアムが建設されているわけなんですが、ここに5ドル弁当ありました。てなわけで今日のメニューはこんな感じです。なんかこのメニューがしょっちゅう変わるそうなので、毎回来るたびに違うものが楽しめるんではないでしょうか。はい、can I get the chicken katsu and beef stew? Oh, okay. Then, can I do the fried chicken and pancit and beef stew and char siu pork and Cajun snapper? Thank you. All right, thank you so much. Oh, it's okay. Thank you.チキンカツがもうなくなってしまったので、今チキンカツのサインが取られました。はい、というわけで購入してきました。こんなに4つも購入してきました。食べるところがないので、車の中で食べようかと思います。ちょっとここに車を止めたのでここで食べようと思うんですが、後ろはこういうハーバーになっていて景色が結構いい感じです。結構みんな車の中で食べてる人が多い。はい、というわけで車に戻ってきました。後ろ見えるかな真っ白になって見える。というわけで今後ろに綺麗なハーバーがあるんですが、お弁当買ってきました。で一つ目がビーフシチューです。5ドルのビーフシチューこんなです。それではオープン。どうでしょう。
すごくないですかこれ。結構な結構な深みちゃんで5ドルなのにずっしり入ってます。ここに分かれるようになってて、こっちの大きい方にビーフシチューが入ってて、それに白米とあとコーンが入ってますなんか5ドルとは思えなくないですかこれ。かなり大きいんじゃないでしょうかこれ。5ドルとは本当に思えない。具材の玉ねぎとか人参、じゃがいもがこんなにガツガツと、ガツ違うか、ゴツゴツガツゴツ、あれなんだっけ、ゴツゴツゴロゴロか、ゴロゴロだと入っております。すごいね。これが一番この弁当の中で一番重いです。体重的にはこれが一番重い感じです。ではどうですこれ、いいかな。すごい、そうとこれた、それではいただきます。うまい、普通にめちゃくちゃ美味しい、普通にめちゃくちゃ美味しいビーフシチューだこれ。うん、めちゃくちゃ柔らかい、柔らかくて美味しいですというわけで次は、チキンカツ with、パンシットっていう、商品を頼みました。本当はチキンカツのプレートを頼みたかったんですけど、残念ながら売り切れていたので、チキンカツ with パンシットということで、パンシットって確かフィリピン料理 のフライドヌードルのことですそれではオープン。どうですこれ。これも同じ容器で結構な深みがある容器で、こっちの大きい方にパンシットっていうフライドヌードルが入ってて、でこっちがチキンカツになってます。で多分僕が思うに普通のチキンカツのやつは多分こっちの大きい方がチキンカツがたくさん入ってて、でさっきみたいにご飯とコーンが入ってるじゃないかと僕は思うんですけどどう思いますチキンカツ、チキンカツってすごく言ってるんですけど、これあくまでもフライドチキンです。でこのフライドチキンにはトマトケチャップついてきました。ドーンと、すごい、これパンシットはこんなです。めちゃくちゃ美味しそう。それではいただきますうまい、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい唐揚げだわこれ。味がすごい、すごい浸透してる。ホードルなのにやりますねこれ。うん、なんかちょっとからしっぽい風味の味がしてめちゃくちゃうまいめちゃくちゃうまいんだけどこのパンシなんかよくセブンイレブンとかでもパンシットって売ってるんですけど、セブンイレブンとかのパンシットってなんか春雨みたいな感じのもっと麺が細いタイプなんですけど、これはこういう太麺のパンシットっていうことで、いろんなタイプがあるんですかねで次がチャーシューポーク、はい、チャーシューポーク、それだけでした。チャーシューポークを頼みました。これも同じ容器で、かなりの深みちゃんの容器に入ってます。それでは、オッブーン！どうでしょう？これ多分日本で思ってるチャーシューとちょっと違うんですけど、ハワイのチャーシューって、中国スタイルのチャーシューが多くて、いつもこういう赤いチャーシューが来ます。で、こっちのメインの方にチャーシューがゴロゴロこういう風に入ってて、でこれは最初のビーフシチューと一緒で、炭水化物のご飯、白ご飯の白米と、あと白米とあとコーンが入ってる感じです。
どうでしょう。中国版のチャーシューは腐乳って呼ばれるものが入っているらしくて、それによってこうやって赤い色になるそうです。真っ赤な真っ赤なチャーシューです。すごいなんかもうピンク真っ赤、真っ赤というかピンクというか。それではいただきです。うん、なんか定番な中国のチャーシューの味がします。日本のチャーシューを想像して食べると、え、これチャーシューじゃなくねってなると思うんですけど、中国料理店、中華料理店とか、中国料理に入ってる、チャーシューの同じ味がします。日本のチャーシューとは違う、食べ物と思って、ね、食べると、これ、美味しいです。これ、安定の中国チャーシューの味がします。そして最後だけちょっとね、容器が、入れ物が違うんですが、こちら、ケージンスナッパーです。で、僕の前にいたローカルの、お客さんたち、みんなこのケージンスナッパーを頼んでたので、これは、ちょっと人気商品なんじゃないでしょうか。多分絶対美味しいんだろうなと思って、僕もケージンスナッパーにしてみました。で、こちらは、さっきの容器よりはちょっと厚みが薄いんですが、さっきの容器とちょっと比べてみますね。さっきよりもちょっと厚みが見えるかな、わかるかな、厚みがちょっと薄いんですが、大きさは広いです。幅広い感じです。薄くて広いみたいな感じで、こっちは深くて狭いみたいな感じです。それではちょっともう見えてるんですが、オープン。にゃー、見てこのお魚が、もうこの仕切りを越えて隣の敷地に足を踏み入れている感じですね。これ仕切りの意味がもう意味ないという感じなサイズのお魚ちゃんが入っておりますで、ここにちょっと空室ありなんですがで、こっちにレモンが一切れ入ってますね。で、スターチは他のやつと一緒で、白米とあとコーンが入ってます。で、白米にはちょっとごまちゃんが乗ってるっていう感じでございます。こちら美味しそうなお魚ちゃんなんですが、あれ、これちょっとレモンに虫乗っちゃってないって思ったら、これごまでした。白米からちょっと飛び出てしまったごまちゃんが乗ってるので、ここちょっと避けさせてもらったんですが、美味しそうそして最後はケージンスナッパーです。この大きなスナッパーちゃん、いただきです。いただきます。おー、さすがケージュンスナッパーということで、ちょっとピリ辛なケージュンな味がすごいするんですが、めちゃくちゃ美味しいです。ちょっと辛めです。ちょっと辛めなケージュンな味付けです。うん、すごいご飯に合う。うん、美味しいこれ。はい、というわけで今日は、アラモノブルバードと、ワード通りのコーナーに片っこにある、5ドル弁当に行って5ドル弁当を食べてきました。今日買った商品は4つあるんですけど、4つで20ドル。タックス込みで20ドル94セントでした。めちゃくちゃ安くないですか？こんだけ食べれて1つ5ドルっていうのはかなり安いと思います。で、ボリュームもあるし、満足いただけるんじゃないでしょうか。お友達とか家族連れとか、やっぱ人数が多い方とかをこういうとこで購入すれば、お財布にもあまり影響がないかなと思うんですが、いかがだったでしょうか。今回の動画が面白いと思った方、いいねボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。Have a nice day and aloha!